う少しだ。な、何？俺は空気か。よせ、やめろ。なんてこった。食べられちゃったの？私は地球を守るんだ。母なる世界を人の手から。この声はジョシュアですよ。これ取り込まれたってことか。悪意を集め、広め、染め上げて破滅を呼び込み、文明を消し去り、豊かな命の世界を今こそ作ろう。まだ言ってる。これがこいつの悪意。ああ、もううんざりだ。野郎の声を聞くのはここらで終わりにしようぜ。みんな、最後の戦いだ。今度こそ奴を仕留める。準備はいいか、リベレーターズ。返事だ。リベレーターズ。デビルダウンロード。来ました。
になれたかな。デビルダウンロード、いけルーキー。世界なんて終わってしまえ。今度こそ勝ったみたいですね。何？あ、この船沈み始めてません？ああ、まああれだけ派手にバトルすればね。納得してる場合か。脱出するぞ。なんとか脱出できましたね。皆さん、海の藻屑にならなくて何よりです。ここまで来て溺れ死んだら閉まりませんからね。でもジョシュアは海の藻屑となったみたいだな。当然だ、痛む気にもなれんぜ、あんなテロリスト。そこはどうか。でもおかげで分かったことがある。あいつの言っていたことは本当。ベニタスという何かが存在し、それは世界を滅ぼす力を持つ。確かに、それが終末をもたらすというのなら、私たちに止める術はないのかもしれません。そうかもな。けど、希望はあるぜ。あいつはこう言っていた。世界に満ちる悪意でベニタスは成長する。それが滅びの発動する条件だろう。だったら誰かが悪意を駆逐していけばいい。世の中悪意ばかりじゃねえ、善意だってそこかしこにある。その通りです。メガキンはいいことを言います。それに私たちリベレーターズもいますからね。 That's right、 そういうことさ。やっほー。よー、門番、グッドタイミングだぜ。龍脈汚染の様子はどうだ？あんたたちやったわね。汚染は落ち着いてきたわ。おー、引き続き流れは監視するけど、ひとまず大丈夫でしょう。汚染の原因は分かったのかしら？ああ、ベニタスの話なら後でゆっくり報告させてもらうさ。俺たちの武勇伝とセットでね。オーケー、楽しみにしてる。それじゃ帰りを待ってるからね。これで一安心だね。終わった。さあ、それでは皆さん、パーティーをしましょう。打ち上げです。いいですね、アジトのみんなも誘いましょう。よし、じゃあまずは買い出しだな。今日はカロリーは気にしないぜ。普段は気にしてるんですか？脂肪の層を増やさないと防弾性能が落ちるからでしょ。なるほど。では今度私の銃の貫通試験に協力を。やめてくれ。ほらみんな行くよ。さあ俺たちも行こうぜ。なあ、それとありがとな。ここしばらくの戦い、ずっと中心にお前がいた。お前の戦いと選択がこの世界の何かを変えた。そいつはまだ終わってない。多分始まったばかりだ。でもだからこそ頼りにしてるからさ。これからも頼むぜルーキー。え？もう新人でもないし、ルーキーはやめてくれ。
何言ってんだ。こいつはコードネームだよ、お前さんのさ。コードネーム、ルーキー、リベレーターズの新鋭。改めてよろしく頼むぜ。ふん、こうして一つの運命が選択され、未来へと続いたわけだ。めでたしめでたし、実に素晴らしいじゃないか。よく言うものだ。彼らのもう一方の運命も貴様には見えているのだろう。そうだね、そちらはそちらで実に愉快な運命さ。教えてあげようか。遠慮しておこう。枝分かれする運命を眺めて越にいる趣味はない。それに我々にとってはその選択の違いなど誤差に過ぎん。その先に待つ絶滅イベントの前ではな。だとしてももう僕らにできることはないんじゃないかな。僕らは未来を人類に託すと決めたんだからさ。違うかい？そうだ。しかしならばなぜ君は今もここにいる。託すのならば魔界に去ればいいではないか。それがそうもいかなくてね。君も感じているだろう、彼らが来ていることを。そう、強大な悪魔たちが退去してこちらに来ている。人類への干渉を禁じる暗黙の協定などもはやあってなきがごとしさ。彼らは未来を人類に託す気などさらさらないみたいだよ。ならばどうするね。そうだね、それはこれから考えよう。その前にまずはメガチューブでも見てみようじゃないか。ほら、彼女がいるよ。ベニタスと我らをつなぐ鍵。そう、龍脈から現れた仮想の姫が人と悪魔とその未来をどうつないでいくのか見逃せないよ。